開会式の会場となる調布市の味の素スタジアムでは、地元の大学生が会場周辺だけで見ることができるテレビ放送エリアワンセグを使い、大会の関連情報を発信します。この日、調布市電気通信大学の学生が味の素スタジアムを訪れ、エリアワンセグの試験放送に挑戦しました。電気通信大学はここからおよそ 1.5 キロの距離にあり、味の素スタジアムに設置されたこちらの装置に大学の屋上から番組データが送られてくるということなんです。ワンセグプロジェクトには2年生の学生10人と教授らが参加。スタジアム内に設置した送信用アンテナから番組を放送するため、通信装置の方向を調整します。マイナス71です。71、はい、了解しました。じゃあここで固定します。お疲れ様です。 OK です。エリアワンセグは地上デジタル放送の空きチャンネルを利用し、半径数百メートルという限られたエリアで見ることができるテレビ放送です。ワンセグ対応の携帯電話やスマートフォンなどで受信し、そのエリアならではの情報を得ることができます。番組放送開始しました。よし、お疲れ様です。あ、映ってる映ってる。今回放送するのはサッカー男子と陸上競技の生中継や神代寺などの市内観光情報、大会マスコットユリートのダンスコンテストなどの番組です。開会式当日は番組の合間を利用して試験的に京王線や臨時シャトルバスの運行情報のほか、スポーツ祭東京のツイッターもデータ放送で発信します。なかなかつながらなかったり、その難しいところ難しいところはあったんですけども、なんとかつながってよかったです。これで東京国体の会期中に一人でも多くの方に有益な情報を提供できれば嬉しいと思っています。この大学では2011年から地域のイベントでエリアワンセグの実験を繰り返し、今年8月本免許を取得。キャンパス内にアンテナを設置し、番組を配信する放送局調布ワンセグを開局しました。今回は大学とスタジアムの間をワイヤレス回線で結び、番組を放送します。競技を見ている瞬間はもちろん本物を見ればいいんですけど、競技って意外と間が空いてたりとかですね、ながら見というか、まあ、ちらっと見たら、あ、ちょっと変わったことやってるなとか、まあ、意外とこの知らなかった調布の情報があったなとか、なんかそういう意外な発見っていうのがあると面白いなっていうのが、まあ、ちょっとベースにあるの。競技中継や番組は主に市民ボランティアで作る団体調布市民放送局や東京都から提供してもらいますが、学生による番組作りにも力を入れていきたいということです。味の素スタジアムでのエリアワンセグは、スポーツ祭東京が行われる来月14日まで放送されます。